ミュージックシェルフをご覧の皆さん、こんにちは。サリーのボーカル、うららです。ギターの上口浩平です。4月9日リリースの私たちのファーストアルバム、フューチャーですけれども、はい、本当に上口くんと出会ってから今までこうずっとコンスタントに曲作りをしてこれていて、はい、まあ、デビューするまでの間とか、デビューが決まるまでの間とか、はい、デビュー決まってからするまでの間とか、でデビューしてから今までの間とか、こういろんな時期にずっと曲を作ってこれて、それをこうギュッとこのアルバムの中に、入れれたので、はい、本当に短いながらもサリーの歴史を感じていただけるようなアルバム、うん、そして、今後またサリーどうなっていくのかなと楽しみに期待をしていただけるような、そんなアルバムになったんじゃないかなと思います。そうですね、楽曲も全部で13曲入ってたりとかして、はい、すごくボリューミーなので、その中でもこういろんなサリーを詰め込んだので、またこうサリーの違った、今までとは違った魅力が、うん、魅力を感じていただけるような、そんなアルバムになったんじゃないのかなと思います。そうですね、なんかいわゆるサリーらしい曲からちょっとこうファンクな、そうなんですよ、曲があったり、静かな曲があったり、いろいろ上口くんもね試行錯誤してるいやでも本当制作スタッフはずっとデビューからずっと変わりなくやらせてもらったんで、うん、そういった意味でもすごく満足のいく作品になりましたね。はい、はい、ぜひ皆様にも手に取って聴いていただきたいなと思います。そして私たちサリーはですね、4月にワンマンライブツアーが決定しております。はい、4月18日名古屋クラブクアトロ、4月20日梅田クラブクアトロ、そして4月26日は東京恵比寿リキッドルームにてワンマンライブを行いますので、詳しい情報はホームページをチェックしてください。以上、サリーのうららと上口浩平でした。